払い出ました。ゼロ円うなぎ。いや、お米をもらったもの、うなぎももらったも全部何もかかってない。高級なものだってゼロ円で食えんだから。これはすごいね。これでもううなぎだから。うわ、うまっ。いや、笑いたい。もううなぎ送らんでいいから、このタレを定期便で欲しいの。みたらし団子こうやってやって、うん、こうやってつけてで外すんだよ。うわうわうわ、裏10なんだね。重ねるとよいしょ。うわ、アジの開き感覚で食べて。一旦こっち熱して、うん、着く切って食べますね、うん、せーの、うん、最低なんだけど。うんまっ。ジャスジャスといえばうなぎ。そうなんだよね。これはいっちゃうまいわ。確かに。うわ、アジの開きでさえやったことないけど。そんなのあマジでうまい。早く早く食べてください。肉がこれ。肉厚。マジでうまい。マジでマジうまい。僕のお下がりでよければ。ちゃんとなんか切ったんで。だって一味あるじゃん。どうぞ。なんで俺一味食えないの。食べるときあんな音すんの。ブシュって。うまっ。すっごいうまい。白焼きやばい。なんだと思う。ひつまぶし。お最後お茶漬けにして食べる。あ素敵。食べてみ。せーの、梅干しでした。すげえ楽さ。ではいけない組み合わせって言われてるやつだ。え、そうなんですか。そうそうそう。どうなっちゃう。死ぬ。死ぬことやったね。だからやってみよう。そう、やってみようの回です。だよね、チャスチャスって。これはこれでうまいっすよね。まあそうだもん。より食える。だから梅干しの酸味とうなぎの脂とタレの甘みがこう一個やる。やんない。やれや。